アットコート、ダイヤモンドカットの背面ドコモプロシリーズ HT-01A は、HTC によって開発された、NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。HTC タッチプロのドコモ向けモデル。ドコモプロシリーズの端末。日本国外の HTC 端末 HTC タッチプロのドコモ向けにカスタマイズされた端末。 事実上 HTCZ の後継端末。引き出し式のクワーティ配列のキーボードを有しており、文字の入力に適している。お財布形態や赤外線通信には対応していない。HT-01A の通常のメーラーでは、プロバイダメールを使用することができる。iMode メールを利用するためには、imode.net モバイルモードを使った Web メールでの利用となる。 HT-01A は2種類のリアルタイム着信をするプッシュ型電子メールを利用することができる。メールが着信すると着信音やバイブレーションで着信がわかり、未読がある場合、LED が白く点灯する。モペラ u 一つが NTT ドコモが提供している ISP サービスであるモペラ U を利用したプッシュ型電子メールとなる。h t 0 a の 接続用 ISP として、モペラ U のスタンダードプランを契約すると利用することが可能で、mopera.net のドメインのメールアドレスとなる。ht-01a には、モペラ U 自動設定アプリが内蔵されており、簡単に設定することができる。Windows Live もう一つのプッシュ型電子メールは、フォトメールや Windows Live メールである。h t a には、 Windows l ライブサービスのアプリケーションがプリインストールされており、そのアプリケーション一つとして、hotmail.com や live.jp の設定ができ、リアルタイムで、プッシュで、電子メールを受信することができる。ポップメール、ウェブメールウィンドウズライブや、モーペラだけでなく、ポップ、imap の、プロバイダメールや、gmail や、yahoo メールなどを使用し、送受信することが可能である。 メーラーには複数のメールアカウントを登録することができ、ビジネス、プライベートと分けて使うことができる。タイマー式のポーリング型受信になるが、5分、15分、30分、1時間と設定した時間に合わせ端末がメールサーバーを確認しに行き、メールが着信すると着信音等で通知される疑似プッシュ受信が可能となる。手動での受信も可能である。 ビジネス利用ビジネス向けでは、エクスチェンジサーバーのダイレクト、プッシュ機能を利用した、マイクロソフトアクティベシンクやビジネスモペラアクセスプロ、または、VPN の機能を使い、エクスチェンジサーバーのメールやスケジューラーのプッシュ動機を行えるほか、端末の遠隔操作、リモートワイプなどが可能となる。VPN は、IPSEC、L2TP PP、PPTP のほか、 SSL VPN もサポートしている。Windows Live サービスの一つとして、Windows Live Messenger といったインスタントメッセンジャーも内蔵されており、利用が可能である。メッセンジャーが着信すると、着信音やバイブレーションでメッセージの着信を知らせてくれる。その他に、Skype も利用可能となっている。ソフトウェアは内蔵のアプリのほか、様々なサイトで公開されている。 ダウンロードサイトにアクセスし、インストールすることも可能だが、PC でアプリをダウンロードし、Microsoft Active Sync を使い、USB 経由で HT-01A へインストールすることも可能である。同梱されている Microsoft Active Sync はバージョン4.5である。これは、アプリケーションのインストールの他に、PC 上の Microsoft Outlook と、 ht-01a の PIM との同期ができる。企業利用であれば、Microsoft Exchange サーバーとのリモートでの同期が、図れる。その他に、音楽、動画、ワードや、Excel などのファイルの PC との共有などができる。ありがとうございます。